お盆休みをふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが始まり、新幹線は朝から混雑しています。 JR 新神戸駅のホームは朝から大きな荷物を抱えた家族連れらの姿が見られました。 JR 東海などによりますと、南海トラフ地震臨時情報の発表を受け、東海道新幹線は一部区間で速度を落として運行していて、山陽新幹線でも10分程度の遅れが発生しているということです。今日は鹿児島中央に母親と父親の実家に戻ります。結構揺れたっていう話は聞いてたんですけども、怪我とかはなくて、物も落ちたりもしなかったということなので、ちょっと安心はしてますけども。鹿児島まで、友達に久しぶりに会うので、それを楽しみに帰ります。遊ぶ、楽しみ、ちょっとやっぱり不安なんですけども、今日は楽しみにしてたので、ちょっと気にかけつつ楽しみたいと思います。東海道山陽新幹線のぞみは今月18日まで全席指定席で運行していて、今日東京駅を出発する下りの列車は午前がほぼ満席、午後は空席が少なくなっているということです。